コロナがなくなりますように。来年も無事に釧路で過ごせますように。そこには未来への希望が描かれていました。暗闇の中に自分たちの手で明かりを灯して、その明かりに願いを灯して空にあげようと。僕たちが今行動することによって、11年後、15年後、20年後は明るい釧路になってたいな。みんなの願いが込められたこの風船はスカイランタン。タイや台湾のお祭りで使われる小さな熱気球で、ヘリウムガスを入れて空に飛ばします。希望のランタンを夜空に飛ばそう。市民の有志がインターネットで呼びかけたところ、およそ70万円の資金が集まりました。今回明かりは火ではなく、安全のため LED 電球が使われます。希望を書いていただいて、希望を書いて、はい、まさしく希望を書いて、はい、わかりました。何の絵描くの？いいよ、何も書いていいよ。コロナがなくなりますようにって書きました。イベントいろいろなくなってるし、なんか釧路で初めてのイベントってことで、ちょっと来てみたいなって思ったんですよね。こちらの女の子の願い事は、お医者さんになれますように。どうして？お金持ちになりたいから。思いは人それぞれ。午後4時半、いよいよ打ち上げです。たくさんの願いや希望が込められた300個のランタン。オレンジ色の光が夜空で輝きます。あいにくの強風でなかなか空高くまで上がりませんでしたが、サプライズの花火が打ち上げられました。こういうランタンとかって初めての経験だし、最後の花火に感動させられました。とても楽しくて感動でね、また今度見れたら見たいなと思いました。すごい感動して、なんか言葉が出なかったのが正直なところなんですけれども、これからもこういうことを来年もやっていきたいと思いますし、僕らはやっぱり子どもたちに夢を与え続けていきたいなっていうふうに改めて実感しました。来年は明るい年に、みんなが願っています。